バーチャルハードディスクはハードディスクドライブと構造的に似せているファイル形式である。VHD は多くの仮想化パッケージで様々なオペレーティングシステムをインストールするために利用されている。もともとはコネクティクスの仮想マシンで利用されていたが、マイクロソフトによるコネクティクスの仮想マシンの技術を買収後、2005年6月に マイクロソフトオープンスペシフィケーションプロミスの下でサードパーティーが利用できる VHD イメージフォーマットスペシフィケーションを策定した。VHD を使用して一つのホストマシンに複数のオペレーティングシステムを用意することができる。実際のハードディスクを用意するコストを抑えることができ、例えば開発者は用意した複数の OS を使用してソフトウェアのテストを行うことができる。 ホストサーバー側の多くのアプリケーションは仮想マシンの VHD を直接修正する目的は以下のことを含む。VHD はバーチャル PC やバーチャルサーバー、ハイパー V といったマイクロソフトの仮想化テクノロジーで使用されている。その他 VHD に対応しているソフトウェアの位置、例を以下に挙げる。オフラインになっている容量可変に作成した VHD はハイパー V や バーチャル PC を使用してサイズを縮小することができる。ハイパー V ではハイパー V マネージャーからディスクの編集を実行する。重要な利点は VHD から物理マシンをブートすることから得られる。VHDX は VHD の後継として開発された。ありがとうございます。